おはよう。今日は浴衣着て、パンちゃんはジンベエ着て、どこ行くと？お祭り。イエーイ。お化け屋敷行きます。お化け屋敷はやん。なんで怒ってんの？みよこも一緒に行こうよ。怖い。怖い？はい、今日はみんな浴衣とジンベエとママも今から浴衣着るんですけど、パパは私服です。だって調べんからママが意地悪でパパのは調べてくれませんでした。お化け屋敷かな、ずっと言ってんね。ちょっと考えとってよ。なんで？パパも入りたいけど結構。ママが入り。もしかしてビビッと音？行かない、絶対に行かない。なんか子供の時はこんなにした気がする。かたくなやな。絶対パパ守ってあげるから。やだ。あら、あんちゃんどっか紐を解いていた。あー、ダメだってあんちゃん。町娘2号3号。なぎとハンナだよ。お化け屋敷してます。腹巻きしてます。お祭りで何食べたいですか？イカ焼き。チョコバナナ。チョコバナナ。ニオがチョコなしだけだって。これバナナ。チョコなし。今日はいい日やけん。ことミオカは目がメモライみたいになってて、チョコとか油物を食べないようにしてた方がいいって、それを視聴者さんが教えてくれたんで、ちょっと控えてるんですけど、今日はお祭りなので、ミオカもチョコを食べたらダメです。いや、楽しい日もね、全部意地悪する。はぁ、したことないし、意地悪。見たことあるんだから、意地悪すんな。意地悪。ぶち切れやん。あとちょっとで終わりますから。かわいい。お化け屋敷の人もかわいいって言って何もしてこんかもしれん。どうして急にお化け屋敷が出るの？お化け屋敷行きたいじゃん。パパ行きたい。行きたいよね、なぎね。行きたくない。ミオカがナッツさんが可愛くて可愛くて仕方ないわけよ。泣かしたいわけ、あの時可愛すぎ。なんか私のブレイビーが。なぎはあの調子じゃん。だから、泣かないから面白くないから、全部ミオカに帰ってきてます。なぎさんとハンナさん、楽しみですか？楽しみ。楽しみ？楽しみだね、ハンちゃんもね。ハンちゃんマジ丸くなったよね。丸っていう言葉、ハンちゃんのために作られたみたいなとこあるよね。ハンちゃんがついてるわ。冗談です、ごめんなさい、嘘です。ハンちゃんの髪の毛もして、行ったらハンちゃんミルク飲もうか。あー眠いね。今日はお祭りを楽しもう。はーい、じゃあ、はーい、準備できました。町娘3人です。あ、ママもかわいい。はい、ママかわいいね。じゃあ、お祭りに行ってきまーす。はーい。行ってきまち。チャンネル登録お願いします。はい、着きました。お祭り。あ、すごい。みーちゃん大丈夫？帰る？食べるぞ。なぎ帰る。あんな行きたいって言ってたの。夏。はーい、ついて一発目タピオカです。暑いからね。うん、今飲んだ。何味だ？いちご。なぎも待ってるよ。思いっきり。おいしい？どう？うまい。おいしい？いちごミルクだ。パパにもちょうだい。いちごミルクだ。すごい人だよ。やばいね。やばいよ。絶対外れんだよ。キュウリ食べた。キュウリ食べる？キュウリ食べてもいいママ。キュウリ食べます。食べていいよ。はい、キュウリ。なぎマヨ。マヨラーだから。ママとミオカしよう。ちょうだいミオカ。うん。うん。おいしい。マヨうまい。うん、マヨうま。
バイネコかわいい。かわいい。ハンちゃん。ハンちゃんのこれが涼しくて、多分汗かかなくていいね。こんにちは。お面買います。キャラクターじゃなくてよかった。いいの？え、かわいい、それ。うん、かわいい。次は？はい。好きなの選んで。紫？いくよ。はい、ありがとうございます。大きいね。ママが後でつけてあげる。かわいい、着物と合ってる。でもそれさ、お面つけたまま歩いたら危ないけん後ろにつけた。うん、ありがとうございます。かわいいじゃん。似合ってる、はい、お次はみかん食べるみたいです。ありがとうございます。どう？うまい。うまい。冷たい？日陰来ました。暑すぎるね。暑い。大丈夫？冷たい？お面に合ってるね。あげんの？ありがとう。暑い日にはこれ似合うよ。暑い日はこれいいよね。冷凍みたいいいよ。美味しいよね。ありがとう。ちょっと暑いね。帰ろっか。帰ろっか。やだ、まだ買う。マジ？だってまだ2個しか。なんじゃも汗かいてんだよ。じゃあもうちょっと買ったら帰ろうか。楽しい？うん。ほんと？こっち見て、ニコって。はい。はい、チーズ。こっち見て、ニコ。暑いね。水分補給しよう。おいしい。上手だね。まだ飲む？開けてるぞ。暑いもんね。おいしいお水。かわいい。あ、うん、あ、うん、あ、大丈夫？大丈夫？大丈夫そう。はーい、散策中でーす。なぎ？みよか？かわいい。今、獲物を探してます。ピース。はい、どうぞ。座ってやったら？破れるよ、破れたもん。そんなさ、ガーってやったらダメ、優しく。机。あ、あ、終わった、見ようか。あ、逃げたし。ゼロ。逃げたよ、捕まえた子が。もう無理だね、みーちゃんのは。なぎ、頑張。行くよ。あ、破れた。あ、破れた。大丈夫、まだここで乗れるんじゃない。難しいよね。金魚逃げんな。逃げんな。もうそれ無理じゃん。なに、破けとうよ。できる。ミオカミリオもできる。できる。もう遅い。1個も取れなかった。取れんかったね。なぎ？なぎ？怖かった？よし、次行く。はい、ボールすくいやります。お、めちゃ怒ったじゃん。取れたね、ここに入れて。これを持って帰るか、おもちゃと交換してもおもちゃ、おもちゃ、おもちゃがいいと。上にしますか、これ？あ、うさぎ？うさぎは決めた？これ？これがいいらしいです。はい。はい、ボールつけて取りました。はい、ポテト買って、暑すぎるんで冷やしてます。もうちょっとギブなんで帰ります。帰ります。ちょっといろいろ買ったね。吐き汗。やばい、ママが暑いね。帰ろ。いいね。帰ってきました。もう暑すぎてスマホがなんか動かなかった、ね、そう、高温でね、高温で動かせませんみたいになってバーッと買ってきたんですけど、そのところはちょっと取れなかった。はい、はい、買ってきました。イカ焼き、たこ焼き、肉巻き、ポテト、肉巻き、わたあめ。はい、ここら辺みーちゃんで近くで、うん、イカとこれはトマト。ええイカ。え、食べよう一緒に。食べたい。え、苦手。
お肉だよ、お肉巻いたご飯。家でいつも食べるお肉と一緒。お肉を巻いたご飯です。おにぎり、中は、うん、はい、何食べたい？ポテト、ポテト、わたあめ。わたあめおやつやね。ポテト少なくなってなんか食べたでしょ。いや食べてないよ。嘘つかないで。ん、食べても見ててよ。帰ってきてママと子供たち順番にお風呂に入ったんですけど、多分お風呂入っ、お父さん秩序乱してますけど。お風呂入ってる間多分食べてるね、それね。ちょっとね、いただきます、いただきます。もう我慢できないんで、うん、お腹すいたね、うん、暑かったし。で、はんちゃんはミルク飲んで寝ちゃいました。それで寝ちゃいました。やっぱ暑いと疲れるね、うん、来年は行ける元気があるかどうかですね、うん、ということで、お祭りどうでしたか？楽しかった。楽しかった、しかった、美味しかったね。冷凍みかんとかも美味しかった。きゅうりも冷たいもんばっか食べたね、あっちでは。あったもんね、もうママも食べたい。何が一番美味しかった？お祭りで食べたやつ。みかん、タピオカ、きゅうりかな。それが一番美味しい今。それうまい。ママやっぱきゅうりも美味しかったな。イカも美味しそうだけどね、うん、ねえ食べようよ。ママもだって撮影してるじゃん。ママ化粧落としちゃったからさ、しょうがないじゃん。パパが悪いわけじゃん、ね、ずるいずるい。ということで今回はママがみんなで娘たちと一緒に浴衣を着たいという夢を、わがままを叶えていただきました。美味、うん、しい。なしみ残した。閉めますけど。また来年もお祭りに行きたいですか？はい、はい。本当に？はい。あんなに暑かったのに？やっぱ行かない。夏はね、冬になったら行きたい。冬に行きたい？冬はお祭りないよ。あんまな、ないだろうね。春に桜祭りみたいなのがあって、その時は涼しかったの。はい、夏はちょっともう難しいね。どう？夏のお祭りは。暑かった。暑くてもまた行きたい？うん、うん、やってくる。うん、今日の夜はお化け屋敷見に行くの。やだ。はい、ということで楽しいお祭りでした。でした。せーの、また見てね。バイバイ。イカ食べて。もうよだれが止まらん。パパの便。朝から何も食べてないよ。それこそキュウリ食べて。あ、そっか、きゅうり食べた。はい、がっついております。一個食べる、一個食べる。はい、浮かんで。うまっ。はい、かわして、早く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 。パパ。あら、あ、やばい。あ、やばい。カメカメ。ちょっと自主規制。おい。出したでしょ。カメ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 。はい、食べれました。ちょっと映せなかった、汚くて。マヨラーがいる。マヨラーがつけすぎ、つけすぎ。うわぁ。おいしい。マヨネーズだけ食べるなよ。ダメだよ。デブになるよ。パパみたいに。おい。